ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG G63 マヌファクトゥーアプログラムプラス2020年式4700キロこちらの車両になります。はい、本当に今売れてますね。はい、もう著名人の方だったりだとか、あ、そうですね、もっと具体的に言うと芸能人の方だったりだとか、はい、もうたくさん乗られてますし、あとは余裕がある方なんかだと結構リセールがやっぱり、うん、そこが一番大きい気がします。でとにかくまあ市場レビューだったりだとか、うん、まあ、詳細なんかもうたくさん走ってる車なんで、まあ、今回紹介するまでもないかなと。はい、はい、なので今回は池田くん目線のゲレンデ、購入ハウトゥーとまあ、まあ、はい、あとはアフターパーツ、うん、やっぱりこれだけ走ってるとマヌファクトゥーアとはいえ結構かぶっちゃったりとか、なんか珍しくない存在になってきちゃってるじゃないですか。まあそうですね、まあ、今日はでもちょっと後ほどご紹介する仕様っていうのはあんまりないとは思うんですけど、まあ、被る可能性ももちろんなきにしもあらずっていう、なのでそれプラスアルファ、はいはい、やっていただけるといいのかなということで、はい、ちょっとカスタマイズの話も踏まえていろいろお話しさせていただきたいと思います。はい、でまずマヌファクトゥーアっていうのがもう直訳すると製造とか製作っていう意味らしいです。うん、でこれが個別化とかあとは伝統的なクラフトマンシップにのっとって最高品質を兼ね備えたサービスっていうところなんで、はい、まあ、要はオンリーワンの、まあ、メニューというかでお届けしますよっていう、うんうん、オーダーメニューってことですね。でこれもう限定車とかこういうの多すぎて僕もよく分かってなかったんですけどエディションとプログラムでまた違うんですよ。はい、違います。はい、エディションっていうのは要はそのもうメーカー側で決まった仕様ですね。決まった仕様の限定車、はい、でプログラムっていうのはある程度もうその購入する方が、まあ、いくつかその通常のラインナップにないメニューで選んで作り上げることができるってやつなんですよ。はい、そうですね。で今回の車がそのプログラムでやってある車ということ で、はい、でまず目を引くのがこのボディカラー、はい、マグノナイトブラック、はい、いわゆるマットブラック、はい、これも多いですね結構。あ、まあそうですね、まあまあいるかなとは思います。うちだけですかねまあまあ入庫率すごく高く感じてしまうんですけど、はい、そうですね、これっていうのは結構市場でも人気のカラーっていう感じですね。はい、でこれよく見ると黒なんですよ。真っ黒じゃないんですよね。真っ黒ではない感じですね。ちょっと奥に色味ありますよね。青っぽいというか、うん、青っぽかったり緑っぽかったり、そうですね、光の加減ではちょっと緑っぽく見えたり、うん、はい、あとはマットだけどこのメタリック、はい、すごいですよね。そうですね。でこれやっぱりちょっと手入れが難しいなんていうのを聞くんですけど、池田君的にはどうですか？難しいと思います。なんでよくご商談させていただくときもまず駐車場の保管状況、まあ、屋根付きなのか屋外なのかとかそのあたりも含めて、まあご案内させていただいて、やっぱりこう屋根がない屋外駐車場で雨ざらしだとやっぱりちょっとデリケートなお色にはなるのでシミになりやすかったりとか、あ、まあそういうデメリットの部分もあえてお伝えして、まあ、販売をさせていただいてますね。だとよく聞くのはこのマットカラーってどうしてもこう擦っていくとどんどんツヤが出ていっちゃうんで、はい、水洗いでもやっぱり繰り返すと、うん、結構この角のところからまずこうツヤが出てきちゃう、はい、で今回の車は4700キロで非常にコンディションもいいんで、うん、まだ、あまりそうですね、そういったのも見受けられない。ただ中には本当にこう角全部こうツヤが出ちゃってるの、うん、そうですよね。よく聞かれるのがやっぱマットカラーは手洗いの洗車がいいんですかっていうご質問が非常に多いんですけども、手洗いでもどんどん洗う回数重ねていくと、ね、やっぱツヤは徐々に出てきちゃうのかなっていう感じですね。あと最近だとこのなんかマットの磨きとかもあるみたいなんですけど、はい、結構こう技術によってはこうツヤが逆に出ちゃったりとか、そうですね、はい、っていうのもあるんで少し手入れに関しては難しい色なのかな。はい、で心配であれば最初にこうプロテクションフィルム貼っていただけると、うん、ね、ある程度そういった劣化は防げるのかな、はい、ただ結構こう貼る範囲大きいじゃないですか車っきりそうですね、これはもうかなり大きい個体になるので結構大変な部分ですね。まあ、その辺は費用とご相談いただいて、まあ区切って貼るなんてこともできますけど、まあ、ちょっとその差も出てきちゃったりするので、はい、まあ、その点はご相談いただけるといいんじゃないかな。あともうゲレンデ特に63といえばもうカスタマイズじゃないですか、はい、で今回フルノーマルということで、まあ、そのままノーマルの状態ですけれども、まあ、流行りのブラックアウトだったりだとか、はい、まあ、いろんなところ、あといろんなパーツが出てますんで、あれアピールされてるんですか？あ、すみません失礼しました、はいはい、今日もう正直に言います、はい、狙ってきてきました、はいはい、5月に貸していただいたブラバスデイズの、はいはい、そこで購入したやつなんですけど、まあ、ブラバスもそうですね、ブラバスパーツもこの色でやる方結構多いですよね。そうですよね、うちでも何台も作らせていただいて、うん、はい、まあ、あとはこの辺に行くともう結構カーボンパーツなんかも似合うんで、はい、そうですね、まあ、結構カーボンの下回りだったり
はい、あとはブラバス、いろんなパーツ出てますんで、はい、まあ、その辺でさらにマヌファクトゥーアプラスにプラスして、はい、まあ、オリジナルを作っていただいてもいいのかなと、はい、あとは今回の答えは、ナイトパッケージはなしということで、はい、そうです、はい、これも今フロントの内山店長に聞いたら、うん、今なんか入手困難みたいですね。インナーブラックのヘッドレッド、そうですよね、はい、なんでこの辺今回はついてないんですけれども、まあ、後々カスタマイズなんかを考えている方だとちょっと覚悟しておいていただいた方がそうですね、ちょっと入手困難ということで、はい、ボディカラーとか決まっちゃうんですけど、先ほど土屋さんおっしゃってたもともと決まった仕様でマヌファクトゥアエディションがあって、よくマットオリーブのお色のゲレンデあると思うんですよ、はい、あれだとナイトパッケージがついてるので、うん、そちらの個体であれば、まあ、ウィンカーレンズだったりヘッドライトがインナーブラックになったりとかっていう仕様になりますね。ただ難しいのは結構その流行りでブラックアウトあるじゃないですか今、はい、ただ一箇所黒くするとどんどん黒くしたくなっていっちゃうんで、そうなんですよねヘッドライトするとじゃあ今度こっちとかこっちってなってくるんで、はい、まあ、基本的には純正でまあバランス取れてるんで、うん、まあ、プラスアルファしたい方はっていう感じでいいのかなっていう気はします。そしてあとは横に回っていきましょうか。皆さん人気で乗られてるっていうのはこのサイズ感もすごくいいと思うんですよね、はい、でこれ改めて予習したらこれ先代よりかはちょっとこう長くなってちょっとワイドになってるということで、はい、うん、大きい印象ですよね。でそれでもなんかこの見た目よりかは実寸はちっちゃいんですよね、はい、で寸法的なものをご紹介させていただくと4665、全幅の方が1985、全高の方が1975ということで、さすがに全高に関しては2メーター近くありますけれども、うん、全高に関しては全然5メーター切ってますし、はい、で幅も2メーター切ってるんで、割とこの取り回しの良さ、まあ、どうしてもこの大きいタイヤなんてすごく小回りは効くとは言わないですけど、割と都内なんかでも乗りやすいサイズなのかなと、うん、そうですね。そしてあと今回ホイールの方が標準20インチですよね。はい、そうです、20です。それがこちらの21インチ、はい、285のこちらのホイールが装着されてございます、はい、これが AMG ツインスポークかな、はいはい、この辺 もうカスタマイズ無限大じゃないですか。うん、まあ、もうぜひ足元は変えていただいてもいいのかなと、はい、でこの履いてるホイールせっかく21インチもったいないでしょという方はスタッドレスにぜひしていただいて、はい、そうですね、していただけるといいのかなと。でもホイール もう無限大ですよね。はい、もう数々いろいろやらせていただいてるので、インチアップもそうですし、デザインもちょっとトゲトゲしたのかな、はい、最近純正でもなんかディッシュデザインの、まあ多いですね、なんかリバイバルされた感じの、本国オプションで確かありますよね。東京店でもつい先日ブログで紹介させていただいたディッシュタイプが本国純正で本国だけあるので、おっしゃっていただければ。あれちょっと初見で見たときはおっと思ったんですけど、うん、見慣れるとめっちゃかっこいいんですよね。いや、そうですね、特にこういうマットのボディだといいと思います。メルセデスってディッシュのホイールいろんな車種に似合うなということで、うん、そんなのもご用意可能かと。そしてあとキャリパーは今回この赤い、はい、一番スタンダードのキャリパーになってますけれども、はい、この辺もいかようにでもできますし、はい、まあ、あとはエアロ組んでもらったらエアロのメーカーで、はいはい、キャリパーペイントできますんで、はい、まあ、その辺ご相談いただけるという、はい、あとは今回この中の色もちょっと鮮やかなんですよね。そうです。なんでその辺も考えてこの辺触っていただくと、はい、なおいいのかなと私は思いました、はい、そしてあと63なんでアダプティブのダンピングも標準装備ということで、はい、はい、で先代だとどうしても SUV のそのゴツゴツした感じの、どっちかっていうと走りよりかも、うん、オンロードの性能よりかもオフロードの性能に振った車なんですけど、はい、現行になってめちゃめちゃこのオンロード性能も高くなってるんで、はい、両立されてますね、まあ乗り味なんかもちょっとこの後乗ってみたいと思います。であとは全体的にはもう紹介するまでもないのかなと、はいはい、こんな感じになっております。であとステップなんかもメッキでしっかりありますので、はい、まあ、この辺もそのまま乗っていただいていいですし、まあ、あとは横のラインでどうしてもここだけ結構メッキ目立っちゃうんで、はい、まあ、ブラックアウトなんかもこれもですね、海外に行ったらドイツ行ったら結構サイドステップだけ塗ったりとかっていうのがやっぱり多かったです。ラッピングじゃなく多かったです、はい、まあ、多分中にはラッピングもあるんでしょうけど、うんうんうん、結構日本固有というか、はい、オリジナル そのカスタマイズかなと思ったら海外でもめちゃめちゃ塗りますね、やっぱりステップ。どうしてもやっぱりここのメッキのラインってかなり目立つん そうです、ね、で特に前ってそのバンパー下があってマットシルバーだったりするじゃないですか。うん、なのでこの辺触っていただいてもいいのか。なるほど。じゃあそして後ろに回ってくると、はい、ここが同色なのがオプションです。オプションですよね、はい、こちらになってると。通常これメッキかなんかですね。メッキです、はい、はい、今回同色になってて非常に一体感もある。あとはこのシルエットじゃないでしょうか、はい、真四角の、はい、垂直のもうこれは変わらず先代から引き継がれてますね。そしてあとここ強調するんであれば背面タイヤレスキットも結構いろいろ出てるんですよね、はい、うん、そうですね、結構人気のアフターパーツですよね。だから結構賛否分かれるところなんで
まあ、その辺は、はい、好みで、まあ、あとは結構この出したりとか、はい、このカバー外してゴツゴツのタイヤに交換して出したりなんていうのもいいんじゃないか、はい、あと背面タイヤレスキットをつける場合後ろの視認性がめちゃくちゃ良くなるんですよね。全然変わりますね、はい、まあ、要はギリギリまでバックできるのと、はい、あとは後ろの視界もかなり良くなるので、まあ、その辺を踏まえて、まあ、やっていただいてもいいのかなと、はい、あとは前でも触れましたけどもう全部標準のナイトパッケージじゃなく標準のパッケージなんで、はい、テールランプの赤いもの、ただナイトパッケージつけてもここ色ずれちゃうんですよね。まあまあまあそうですね、はい、リフレクターはこのままなんですよね、はい、まあ、なのでこの辺も触っていただいていいのかなと、はい、こんな感じの仕様になっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、もうゲレンデといえばこの音じゃないでしょうか。はい、パキンっていう、はい、もうこれだけで幸せになります、はい、スマートキーとかついてなくてもどうでもよくなります、はい、そして内装を見ると内装これちょっと珍しいですね。珍しいですよね、なかなか見ない色だと思います。ライムグリーンのアクセントが目を引く、はい、これ僕も珍しく感じるんですけど販売している池田君もあんまり見ない感じです。いやもうあんまり入ってこないですね。あ、そうなんですか、はい、でこのアーチデザインっていうのかな、これはそうです、2トンマヌファクチャープログラムプラスの中でまずモノトーンと2トンってあるんですけども、2トンの中のアーチデザインの、こう背中が U の字にこう、そうですそうです、ライムグリーンが入ってる、はい、でそっちに目が行きがちなんですけれども、はい、ドアだったりシート全体、はい、全てこのステッチもライムグリーンになってるってことで、はい、そうなんですよ、非常にこう立体感のある、はい、ただちょっとこう目を引くデザインなんで、そうです、好き嫌いは分かれる、好き嫌いは分かれると思います。ただ特別感は半端ないですね。そうですね、なかなか探してもこんな簡単に出てこないので、逆にまあちょっと内装で違った色味がいいなって方にはいいと思います。珍しいの乗ってるねって言われそうな、そうですね、そんな内装、はい、そしてもうベースのところとしてはエクスクルーシブのナッパレザーシートということで、はい、もうこのスベスベの最高級のレザーシート、はい、そしてフルレザー、はい、そしてシートの方もアクティブコントロールのシートバック、シートヒーター、ベンチレーション、はい、リラクゼーション機能なんかの機能ももうフルフルでついてるということで、さすがロックさんでございます、はい、お揃いましたっていう感じです、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。はい、池田君大変です、僕の短い足だと乗り込めません。大変です。電動ステップでぶつけますか。電動ステップがおすすめです。はい、これ東京電動と標準装備ということで、そうですね、もうしっかりお金が取られるけど標準装備、はい、ご注文率は高いですからね、ご用意も可能です、はい、そして乗り込むとちょっとステップ使わないで乗ってます、はい、やっぱりちょっと女性の方とかお子さんだと、うん、この純正のステップだけだとちょっと大変かなと。そうですね、はい、そして内装はこんな感じで、ダッシュボードのライムグリーンも結構目に入りますね、はい、ここだったりとか下側だったりしっかり全部、あとこの脇のところなんかも、あとステアリングが、このパンチングとナッパレザーのコンビの、はい、コンビのステアリングということで、これ限定車だとダイナミカ、そうですね、ダイナミカが多いですよね。スウェード調のステアリングなんですけど、あれも好き嫌い結構分かりますよね。うん、そうですね、はい、スウェード調だと結構滑るっていう方もいらっしゃいますし、はい、あと結構テカテカになっちゃったりとかっていうのもあるんで、まあ、コンディション次第だと思うんですけども、この辺は耐久性も高いんで、はい、かなりいいかなと。でおなじみのあとツインモニターと、はい、あとはもう機能に関しては省略しちゃっていいですよね。まあまあまあよくある、はい、おなじみのが全部ついております、はい、大きなところとしては、一応現行モデルまで、MBUX がついてないということで、はい、どうも次モデルマイチェンかなんかでついてきそうだということで、うん、はい、ただもう機能はもう十分すぎますよね。もう基本的にもう運転系 の, その支援アシストとかそのあたりもある程度はついてるので、はい、まあ、十分かなと思います。池田君の方で結構その内装関係でもうちょっとこれ追加してやっといてくれとかっていうのはあんまり言われないですよね。ゲレンデ G クラスあんまり内装系も本当細かいやつですよね。ドリンクホルダーとかそういう細かい、もちろんアクセサリー類はあるんですけど、大きなところってあんまり聞かないですね。あとはミラーリングぐらいかなと。あ、そうですね、ミラーリングとか、はい、まあ、それしていただければナビゲーションもそうですし、メディア関係がもうフルフルで使えると思いますので、はい、そういったこともモンド東京にご用命いただけるといいんじゃないかなと、はい、そしてあとルーフに関してもこの生徒帳の、はい、こちらのルーフになっ てバイザーだけはこのビニールのやつなんですね、はい、でしっかりこのサンルーフも今回ついております。あと今回の車は居留室ですけれども、レーダー探知機が、はいはい、ついてますんで、後からの出品もなくご利用いただけます。じゃあ続いて後ろの席、はい、池田くんが乗ってみたいと思います、はい、あ、池田くん大変、この開口部の角度がちょっと狭すぎて乗り込めない。大丈夫です、乗れます、はい、私ちっちゃいんで。あ、本当ですか、はい、そこはブラバストマンソリー宣伝してほしかったんですなるほど。一応ブラバスとマンソリーでイージーエントリーキットって言って、これがもうちょっと開くキットがあるんで、それ結構全然いじらない方でも
あの後ろの席対応される方なんかだとすっごく好評なんですよ。なるほど。ほぼ90度、89度までこれが開くんで結構だいぶ変わりますね。ここそうなんですよ。ここが結構狭いじゃないですか、ゲレンデ。かなりその辺も、人気のアイテムですのでご用命いただけるといいんじゃないかと、はい、そして後ろが意外にこう使い勝手がいいというか、はい、ここゲレンデのいいポイントかなと、うん、やっぱり池田君、お客様とお話しさせていただいて、後ろ人を乗せる機会が多いっていう方もお客様多いっていうふうに聞いたんですけど、家族連れの方とかも多いですよね。そうですよね、はい、で結構お子さんだったりが乗っても視線が高いんで酔いづらかったりとか、うん、座面が高いですもんね。なのでその辺もいいのかな、はい、あと装備的なものはいかがですか。装備はまあエアコンも風量と温度は調整できますし、シートヒーター3ゾーンですよね。そうです、3ゾーンです。でシートヒーターもついてるので、はい、装備は申し分ないかなと思います。だと後ろも結構このライムグリーン効いてるなというこれが目に入りますよね。座面もそうですし、はい、ヘッドレストのライムグリーンなんかも、はい、だから後ろから見て特別感もかなりある、うん、あとはサンルーフついてると車内が明るいんで。そうですね、全体的に黒でこう暗い印象ですけども、うん、その辺がサンルーフでだいぶ軽減されてるかなと。最近でもあれですね、パノラマが多いじゃないですか。あ、なるほど。この時期になってこう暑いって聞く声も多いので、まあちょうどいいサイズというか、はい、いいと思います。こんな感じのリアシートになっております、はい、続いてトランクをご紹介させていただきたいと思います、はい、トランクもここも人気のポイントなのかなとなんといってもこの開口部の広さと、はい、あと横開き。あ、そうですね、結構ワゴンなんかと違ってこう、はい、横に開くんでその辺の使い勝手もいい、うん、ただここ結構出ちゃってるんですよね。そうなんですよね、ゲレンデ。でゴルフ行かれる方も多いじゃないですか、はい、でそこでこうシート倒さないと詰めなかったりとか、うん、極端に斜めになっちゃったりとか、はい、安心してください、ありますよあの通称タンスって言われるここをこう改善するキットがあるんですよ、ね、ありますね。でいろんなメーカー出てるんですよね、はい、もう引き出しがついてるのから、うん、高さ調整できるのから、シート倒した時のフルフラットになるもの、はい、まあ、ご用命いただけるとその辺も、うん、まあ、いろんなものがご用できるかなと思います。結構タンスもあれですよね、こっちも多いですよね。そうですよね、はいはい、こんな感じのトランクになっております。じゃ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方がもうすっかりおなじみ4リッター V8 ツインターボ、はい、馬力の方が585馬力、はい、トルクが86キロ、はい、スペックの方が0-100 4.5秒ということで、はい、マックス220キロ、うん、ドライバーズパッケージ入れると240キロまで、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が、急速オートマ、はい、あと四駆の方も基本40対60の可変の、まあ、この辺おなじみですよね、はい、でワンマンワンエンジンですから、これがデニス・ボグナーさん、はい、が担当して組んだエンジンということで、ただここもですね、あのデニスさんには大変恐縮なんですけれどもパワーアップもボンドグループの場合可能でございます、はい、700馬力から800馬力で、一応5月にドイツに行かせていただいて、あの900馬力も可能でございますでちょっとあの解説させていただくと、700馬力がサブコンで700馬力ほうほうで800馬力が、タービンのハイフロー加工とサブコンで800馬力で、900馬力まで行くとエンジンのコンロットとかピストンとか全交換でございます。でドイツに送ってになるんですけども、そういったメニューも、まあ、未だかつて一人もまだいらっしゃらないですよね。うん、そうですよね、まあ、そういったことも可能です。まあ、2.6トンの車体ですよね。585馬力でも十分速いとは思うんですけど、まあ、やっぱりこれだけ増えちゃいますからそうですね、隣に並んだ時に圧倒的に加速っていうのも、まあ、ロマンの領域になりますけども、はい、まあ、そういったことをしていただいてもいいのかなと、こんなエンジンルームになっております、うん、参りましょう。はい、今日はもう、これ SUV ですけど、走りの男池田君に走ってもらって、僕が一番多分おとなしく乗るかもしれないでもびっくりするぐらい高速しっかり走れない。いや、なんか僕も調べたんですけど、足回り大きく変わったじゃないですか。もともとフロントもリアもリジットだったのが、フロントがダブルフィッシュボーンになってますよね。なんかそれでだいぶフロントのこうステアリングに対する反応がシャキッとしたとか、そういうのも聞いてるんで、ドイツでそれこそ200キロとかで走ってきたけど、全然楽勝。あ、全然楽勝。言ったらもう仙台ってそんなもうスピード出す気になれない感じだと思うんですけど、もう全然普通に走れちゃう。安定感だいぶ増したんでしょうね。そうすると改めて見切りはどうでしょうか。向こうはいいと思います。このね、四角いからね、うん、すごく窓も広いですし、車幅感覚もつかみやすいし、はい、
あとはここのウィンカーが効いてるんで。そうなんですよ、フロント見やすいですよね。特に狭い都内とかでもこれ乗りやすいあれなのかなって。で後ろもすごくこの掴みやすい。はい、強いて言えばちょっとこのプライバシーガラスから透明のスケスケのガラスにしていただいて、ああ緑をライムグリーンの内装を自慢していただけるといいのかなと。そうですね、これちょっと暗いところで撮りたかったな。確か東京店のスタッフも変な人が多いんで緑に合わせて、確かアンビエントが緑にしたんですよ。確かなってる。そうなんですよ、どんだけ緑強調するんだよっていう。確かにいいかも。はい、でもそこまで緑強調するとキャリパーの赤をちょっと消したい。そうそうですね、まあ、これはもうその人のセンスだけど、うん、色彩検定3級土屋としてはやっぱりちょっとアクセントカラーは一色までに、はい、アソートカラーとして使うんであればもうちょっとその赤の面積を増やす、うん、だベースカラー、アソートカラー、アクセントカラー、はい、あ今脇腹がグイッと押されましたけど、ね、ナンバーがすごい、はい、この辺のサポートもついてますし、はい、もう走りに関してはもう言うことないかなと、うん、乗り心地もいいですよね、はい、本当に。で今ちなみにモードは標準、はい、コンフォートです、はい、なってますけれども、あとこのドロドロいった V8 サウンドが、これあれですよね、4リッター V8 の MG のエンジンで C63 とか全然また違うんですよね、味付けがね。味付けがもう車に合わせてんだなっていう、一番なんかドロドロが強調されてる気がします。そうですね、します。あとこの見やすいモニターと、はい、12.3 インチかな確か。あとモードで切り替えられるこのメーターと、はい、スーパースポーツまでできちゃいますからね。はい、じゃあここがないのがちょっと、あ確かにゲレンデが寂しい感じもしますけど、こんな感じ。もうここももう変わんないもんね。変わんないですね、多分世の中の 99% のゲレンデがここを1回も押さずに多分その車の、なんか逆にあれですね、ゲレンデでオフロードで結構本気でこう遊んでる人とかに、あ今シートベルトめっちゃいいだろ、ちょっと会ってみたいですよね。最近東京店でご購入いただいた方もなんかすごく、はいはい、泥遊びをする方で G63 で爆走してましたけど、あとドイツに行ってもそのオフロード屋さん行ったんですけど、はい、G63 にゴツゴツの台履かして、うん、ブルバーつけてフェンダーをワイドにしてもう全開。すごいですね。えこの現行の 463A で。そうです。結構見た目で確かに作られる方はいらっしゃるじゃないですか、ゴツゴツさえ履かしたりとか。でもちゃんと走ってるっていうのを私まだ聞いたことなかったんで。ただもうなんかオンロードのちょっとそのスペックがこう高くなったんで、うん、ちょっとそっち寄りかなと思いきや、もともと持ってるスペックとしてはもう圧倒的なものがありますから。そうですね、なんかラングラーよりも最低地上高 40mm ぐらい高いですよね。あそうなんだ。最低地上高確かこれ 240mm で、ラングラーのルビコン、うん、ルビコンが200なんですよ。40mm 高いんですよね。なるほど。オフロードも全然走れちゃうっていう。最近キャンプブーム、アウトドアブームですから。そうですね、その辺なんかの使い方もいいかなと。あとはやっぱり内装が63になると、このナッパレザーなんて、うん、ちょっとその辺は400とかの標準よりかは全然やっぱりいいなっていう。確かにそうですね、高級感が。400限定じゃないとしぼしぼのあれなんですよね。そうです、はい。でシートもこのダイヤモンドのダイヤモンドステッチのシートじゃなくなるんで、この辺の特別感もやっぱり、緑がすごい違和感ですね違和感、違和感です。僕まあ嫌いじゃないですけどね、うん、好きなんですけど、やっぱ全然見たことない。確かに見たことない光景なんかすごい違和感があります。だからね、これとなんかライムグリーンのスポーツカーが欲しいです。結構やばいですねGT3RS の緑色なんだっけ、リザードグリーンとか、はい、あとウラカンのこの辺の色とか、はいはいはい、とこれを持ってたら、いやこれただもんじゃねえな。確かにそうですね、よほど緑が好きな方っていう、おしゃれ上級者の感じがします。もうほんとあとはカスタマイズも無限ですし、うん、はい、自分色にもうすでにマヌファクトゥアプログラムですけれども、はい、していただいてもいいのかなと、うん、はい、でもこれほんとあと外側を例えばホイールとか、うん、いろいろやってったらもう内装この色ってあんまり見ないんで、だいぶこうやってる感出ますよね、うん、この先に学校
これマットブラックも目引きますしね。はい、はい、じゃあそろそろ幹線道路に出ましたからシャキシャキやらしますか。いや、なんかそんな気にあんまならない車なんですよね。なるほど、スポーツプラス。これ冷静に考えたらやばいよね。だってこのラダーの車が600馬力でしたからって。そうですね、800ニュートンオーバーもすごいですよね。だからあれですね、先代は 5.5 の V8 で、はい、ダウンサイジングしてるけどやっぱりパワーとかは上がってるところですもんね、はい、実は本当にいろいろ乗せていただく機会あって、 PV もそうだし、なんか車両のそのパーツ開発とか、あとドイツでもいろいろ乗せていただきましたし、はい、オフロードになってるやつもそうだし、うん、900も乗せてもらったんですよ。あれ羨ましかったですね。あれはやばい。ぶっ壊れたみたいな音がする。ああ、ぶっ壊れたみたいな。でも全然なんか危なっかしい感じしない。あ、普通なんかこのこれだけ車高が高い車で、しかもラダーで SUV をあんなにパワー出したりとか、はい、したらちょっとこうアンバランスさ出ちゃうかなと思いきや、全然足は受け止めてくれるし、あ、なんかそのトルクの出方とかもなんかすごい極端じゃなくて、はい、ちゃんと本当に下から出てる感じ。これでもアダプティブサスやっぱすごいですね。しっかりスポーツプラスとか今走ってますけど、タン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 って、ね、そうですね、ちょっと変わりますよね。やっぱりタイヤの厚みあるんで、うん、スポーツカーの底辺の車みたいな、ああいう露骨な変化はないですけど、そうですね、芯はしっかり硬くて、あとロールはだいぶやっぱり抑えられてるかなっていう感じはします、うん、直進安定性が本当この方になって変わりましたね。いい意味でハンドルをこうあんまりこう緊張して持ってなくても乗れちゃう。前のってトラックじゃないかっていうぐらい新鮮したりするじゃないですか、うんうんうん、確かに仙台ゲレンデと仙台ディフェンダーと、そうですね、はい、まあ、ラングラーもショートボディとかそうですけどありましたけど乗りやすいですね。進化がすごい。あとは内装ドレスアップといえばここ光らしたりとか、そうですね、はい、はい、もできるし、あとは現行でドリンクホルダーこうつきましたけど、うん、やっぱりちょっとエアコンの風当てたいと、はい、という方はドリンクホルダーがありますので、うん、そういったものを足していただくといいのかな。あとなんだかんだここドリンクホルダーって携帯を打てるとか、みんな物結構小物入れられますよね、まあ、鍵はここ入れられますけど、うん、物入れたりするんで割とここ埋まっちゃうケースも少なくないと思うん で、ね、まあ足していただければ。あとはドリンクホルダーとかって結構形を選ぶというか、うん、チープなのをつけちゃうと、あ、そうですね、ちょっとあいたたたたな感じが、うん、そうですね、その辺この車種専用の最近お商社でもいろんな車出てますよね、はい、あの辺だとあんまり違和感なく、うん、プラスチックでもカチャカチャ言っちゃう感じだとなんかこの車格でこれ、うん、うんっていうの多いですけど、傷も入っちゃったりしますからね、そういうのって、まあ、その辺いいのかなっていう気はします。なんかねちょっとこのゲレンデやっぱり売れてるの分かります、うん、見晴らしの良さと、いや本当乗りやすいですよね。前本当正直前方のゲレンデってこうあんまりなんか性格じゃ合わないなと思ったんですけど、全然この今の方って全然乗れちゃうので全然いいなと思いますよね。あと女性の方が乗ってるのがすっごい増えた。あ、増えましたね、すっごい増えたと思う。仙台もまあもちろんそのいらっしゃると思うんですけど、現行になって女性オーナーの方ってすっごく増えたと思います。僕の感覚的なとこですけど、ステアリング軽くなりましたよね、前方に比べて、まあ、今スポーツプラスで少しこうしっかりしてるハンドリングになってますけど、だから日常足にも、日常の足にも買い物にも子供の送り迎えとか、ね、なんかにも結構このゲレンデ荷物もこうガンガン詰めるし、そうですね、まあ、あとは今回左ハンドルですけど右ハンドルも設定があるので、なるほど、右ハンドル選んでいただければもっと乗りやすいのかな。この先に都内だとまあ左側だいたいチケットとかついてますけどね。はい、そうですね、やっぱり日本左側通行の国としては右ハンドルなんか乗りやすいのかなと、うんうん、まだでも63ぐらいだと左ハンドルがいいっていう方も多いですよね。ああ、なるほど、はい、だから今は本当に両方どちらも選ばれる方多くて、いや、いいなぁ、はい、じゃあ池田くん、一言いいですか。はい、高いです。いや、これ僕らも本意じゃ、はい、本心、本意じゃないんですけど、
まあもう市場価格はそうですからね。そうなんですよ。じゃあうちはもうあのポリシーがあるんで新車価格で出しますっていうわけがないですからね。うん、でやっぱりまあまあ本当にもうディーラーさんも含めやっぱり中古車の今価格がこの辺りが高いのでもうプレーンですよね。まあいろんな理由はあると思うんですけど、やっぱりこの人気とあとその滞っていうのが一番多いと見て珍しい、アルピノ珍しい、ね、珍しい現行ディスリース、まあ、滞っていうのが一番大きいのかなと。さあ聞いた話だと今新車頼んでも年単位の納車待ちということで、うん、2年半とか次のが出ちゃうんじゃないかっていう。そうですね、あのもう世界的にそうみたいですね、うん、もう殺到してて注文が。なので本当にじゃあそれを待って新車価格で買うのかどうかっていうところになるので、確かにそこはもう買われる方の判断になりますけど。そうなんですよね。現にでもこの目減りしないんで、まあ、そういうので乗られてる方も、うん、まあ、いいのか悪いのか分かんないですよ、はい、まあ、少なくないという、うん、だからゲネンで結構何台も同じ現行型を乗り継いでる方とか、そうですね、まあ、要は損ほぼとんどしないんで、はい、まあ、買う時も今高いですけど、まあ、売る時も別にこうガクッとは下がらないと思うので。それでは参りましょう、はい、この先に学校があります。意外にね小回り効くんだよね。そうですね、最初すみません嘘でした、はい、嘘つきって呼んでください今日から。でも最初回転半径確か 6.1 とかそんなものだったと思います。確かあのユージさんと動画撮った時も、はい、あのそのぐらいのコーナーで切り返ししてて意外に小回り効くんだよねって言いながらあれっつってまあでもあれですよね、本当に見切りがいいから、うんうん、あのその辺の切り返しも楽ですよね。確かに、いやスタリングいいな、軽いね、うん、僕は断然こっちのナッパレザーですね。そうだね、まあでもスタリングもいろいろやりようがあるんで、はい、お任せくださいということで。カーボンスタリング人気ですもんね。ああそうだね、まあ、触るところは結構ね、うん、まあペダルもそうだしステアリングもそうだし、まあ、その辺なんか触ると違いが、あと内装もいろいろパーツがあるんで。そうですね、まあプラスアルファしていただいてもいいのかなと。そう、今スポーツプラスモードですけどそれでもステアリング柔らかいですもんね。そうだね、ハンドル軽くて、あのねこの味付けがすごく絶妙だと思う、うん、ちゃんとこうなんていうの、切ってって途中でこうちゃんと手応えがあるというか、はい、そうなんです、ちゃんと伝わってくるんですよね、そのあの路面からのフィーリングが。いや本当にね、あのドイツでねそれ800だったんだけど、峠の1車線でそれこそ120キロぐらい出してあのコーナーとかも上がって山登っていくんだけど見ました見ました、もう全然なのようわっ、早いやべ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 、これはシートベルトしないと飛んでっちゃうなんかこの人めちゃくちゃ運転うまくて、もうプロドライバーなんだろうなっていう感じじゃなくて、もう全然、まあもちろん運転うまいんだけど車がちゃんと受け止めてくれる感じ、なかなかでもクレイジーな感じですよね。ドイツ本当すごい、すごいですね。あとあえて聞くところ聞くと、これマットカラーって手入れもそうだし万が一の場合、うん、大丈夫かなっていう。そうですね、けど補修もできるんですよね。補修ももちろん、はい、大丈夫ですね。だから例えばそのバンパー擦っちゃった、はい、もちろんその補修でマットカラーも、はい、ボンドボディの方で、はい、まあ、ただやっぱ目立っちゃうというか、うん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 、その辺はありますよね。こう薄いのも磨いて消えるわけじゃないので、うん、そうなんですよね、磨いて消せないっていうのは結構あれかなっていう。艶のある車だったらちょっと擦ったところだったら、うん、磨けば消えるっていうのができるんですけどね、基本的に磨けないですから、ね、そうなんですよ。あと保証に関しても基本的に色を合わせるんですけど、
まあ、その新車時からだいぶその艶が出てたりとか、はい、劣化してたりすると その辺が大変ですね。全くわからないようにできるかっていうと、うん、多分なかなかこう熟練の技が必要になるのかなと。トルクいいな。いいよね、はい、あのねブーストがこうかかってトルクが上がってくるのを待つ感じじゃないんだよね。うん、そうそう、ちゃんとスーって車を前に出る感じ。どうしてもなんか600馬力近いとちょっと扱いづらさとか、そのブーストの立ち上がり感じるかなと思いきや、はい、全然その辺はこのミッションの頭の良さが効いてるのかなっていうのはちょっと感じます。そうですね、はい、なんか腰高な感じはもちろんあるんですけど、ただその車の重さはそんなに感じさせないですよね。確かに確かに、うん、それがなんかいいなって。前の先代は 重いっていう、うん、逆にそれがいい意味で、ね、そういい意味で重厚感あったなっていう感じはするんですけど、うん、確かに車軽いよね、出足とかも特に、うん、そういう感じしますね。この先に学校があります。これは乗りやすいよ。もう全然スポーツプラスでも乗りやすいぐらいだね、はい、もちろんその足の硬さだったりだとかマフラーの音量だったりとかあるけど、これ今バルブ開いてますね。開いてます。ふらつく感じが確かにない。そうなんですよね、直進安定性がめっちゃいい。ランバーサポートが本当に仕事してくれて、うん、でもランバーサポートこれ苦手な人いるんでしょう、このあダイナミックシート。僕最初違和感ありましたやっぱり、うん、おーっていう、はい、ただこれオフにもできるんですよね。はい、もう不自然だって感じる方はオフにしていただいて、うん、確か俺もなんか強中弱みたいな、あ、なんかそんなあります、ね、それまで確かできた気がします。ちょっとそこ見てみましょうか。ナンバーさせて探してみますか。ダイナミックシート、車両で、はい、ダイナミックシート、本当だ、レベルっていうのがあるんですね。はい、で選びます。1、2、オフか、はい、はい、もう最高すぎる、これは売れるよ。いや人気っすよね、ゲレンデ。まあ6さんに限らず結構やっぱりどこの店舗見てても仕入れると結構問い合わせやっぱ多いですもんね。もうねすごい早、いというか、はい、もう仕入れてすぐ売れちゃう感じ。そうですね、それ別にうちだけじゃなくて市場の車の動きがすっごい早いというか。早いですね。でも見ててもやっぱいます、台数自体はすごいやっぱまあ溢れてるというかやっぱあるので、その中でもうちってやっぱりこうオリジナルパーツとかもやっぱ、うん、アフターで用意してるのもあってかやっぱり動きがすごく早いですよね、うん、この先にあとはねこれね、みんなが思う理想の車だと思う。あ、結構車好きだったら誰しもが1回は考える、うん、この昔のシルエットで現行の中身、確かに無骨な感じは残しつつですもんね。もう言ったらもうスカイラインで言ったらもう箱スカな形して中現行みたいな、はい、だこれをシリーズをねちょっとやっていってほしいなっていう。確かにそうです、ね、SL も300SL の形で内装エンジン全部現行、いい、ね、まあ、内装ちょっとクラシックな感じでもいいですけど、M3 とかも E30 の M3、 あの形でか、もしくは2002でもうレストモッドじゃないけど確かにちょっとでもその毛があるじゃない、なんか純正でやってるもう当時のままを、もうドアの閉まり方全部そこから全部なんかもう当時を再現して、でちゃんと乗り味のところは現行になってるっていう、そんな層に人気あるのはね、ちょっとわかります。そうですね。ただ高い。そうですよね。まあまあ、まあでも当分、まあよく社内でも話してるんですけど、当分まだ今のこの感じだと、うん、まだまあこう、例えばガクッと下がっちゃうような感じはそうですね、なさそうかなっていう感じはしてます。まあ少なくとも納車2年3年待ちっていう噂もあるんで、うん、まあ、その方が届くまではそれだけ時間があるってことなんで、おそらくそうですね。だからまあ確かに買う時ももう今プレネで高いは高いんですけど、うん、
まあ、そこからこうガクって下がるっていうわけではないのかなっていう感じはしてます。いい車だ。まずここの低さとさ、うん、そうですね、ダッシュボードの短さとさ、はい、前の視界が本当にいいんですよね。これをちょうど目線の高さぐらいですけど、だって今時こんなダッシュボード短い車ってないよ。まあ、ラングラーとかも結構短いけど、はい、オフロード車そうですよね、みんな。でこのこの辺が低いのもすごくいいな。うん、逆にスポーツカーだとこうもうちょっとこうここぐらいに窓が来るようにしたいけど、四駆だったらやっぱりこのぐらい低い方がいいかなっていう。そしてブルメスターもついてて、あ、ベンチレーション、はい、ついてて、あ、ついてる、はい。ここはアルカンにしてほしかったな。スペードに。スマートキーついてなくても何もやないけど。うん、ちょっとせめて、まあ、あとトランクのパネル、はいはいはい、ありますね。あれちょっと同色のステッチにしてほしかったなって、うん、個人的には思ってしまいました。ところどころそうですね。この先に学校があります。お願いしますよって思ってしまいます。あとブレーキのタッチとかもすごくいい。いいですよね。いいです、さすがです。この辺はまあ、ただダスト量はやっぱ多いので、うんうんうん、気になる方は低ダスト入れていただいて。結構この辺の SUV でもう2トン500とかあるとブレーキのちょっとその、うん、おおおっていう車も少なくないですけど、そうですね、全然普通に乗用車みたいなタッチと機器で使えちゃうというか、うん、結構大変な。これはまだ21インチのチタニウムペイントのホイールなんでいいですけど、あのエディションとかに入ってるマットブラックの22インチあるじゃないですか、うんうん、あの辺はダストがやっぱこうひどいと手入れが大変。ボディと一緒で。なるほどなるほど。結構もう熱で焼き付いちゃったりとか。マットカラーのホイールはね、いやー本当大変ですよね。低ダストもあるんで、はい、まあ、そういう方は、まあ、よく低ダストだとあの制動、初期制動とか若干甘くなるんで、そうですね、街乗りメインの方がいいかなと。ダストが出るんで、いやいや、その分よく止まると思っていただける、うん、いやいや俺結構飛ばすで高速乗るぜっていう方はまあちょっとよく考えられた方がいいかな、はい、はい、いいですか。はい、はい、やっぱり速いですね。速いね。ノーマルでも十分なんですよね。だから全然十分よ。だから700馬力800馬力はあのロマンです。ロマンです。高速ジェット船みたいな感じなの。そうだね。やっぱりこう後ろ沈むじゃないですか、踏み込むと、うんうんうん、それが700馬力800馬力ってなったらもうフロント浮くんじゃないかって僕は思っちゃうんですよ。いやでもね、そんなフロントの接地感抜けるほどではないよ。しっかり、うん、車がちゃんと受け止めて、うん、おっとっとっていうのは全然ない。あ、全然ない。ちなみに900も、まあ、ステアリングは握ってないけど全然そういう感じじゃない。もう本当に車がまっすぐ進んでいく。はあ、多分それ純正のあれがいいんだよね。うん、ミッションとデフと姿勢制御が。なるほど。だって冷静に考えて900馬力出てるこの四角い、この車高の高い車そんなぶっ飛ばしたらまっすぐ進まないでしょみたいな。そうですね。この間でも YouTube まだ上がってないのかな、わかんないですけど、ちょっとネットの情報でなんかこの G63 がつくばサーキットアタックしたっていう動画があって、なかなかそこそこのタイムで走ったらしいですね。某雑誌の取材らしいですけど、ちょっと気になってるんですよね。まあ、コーナリングスピードはもちろんそのスポーツカーには勝てないと思うけど、うん、そうですね、この直線とあとブレーキングに関しては、うん、あの相当攻められるなって思う、うん、普通に考えて 2.6 トンのこの背高いオフロード仕様の SUV がどんな感じなのかっていうの気になりますよね。ちょっとそれ動画探しておきます。じゃあ最後はノーマルで、本当に585馬力もあるのに全然乗れちゃうんだよね。最近の本当に技術すごいよね。うん、東京だと本当によく見ますよね。本当にね、本当に多いです。63も400も350も
芸能人の方が乗られてる率がめちゃめちゃ、うん、まあ決してこう、うん、広いっていうあれではないですけど、うん、別に不便のないこの居住空間ですね、うん、いやだからね、もう現代社会においては不自由を楽しむ時になってる気がします。大丈夫ですか、東京店に来るというあれじゃないですか、ですか、え、下手者ばっかの東京店に来るという。いやもうね、でも本当にそう思う、うん、だってもうゲレンデだって冷静に考えたら、うん、ツッコミどころ満載だと思うんですよ、うん、だってドアは閉まらないしスマートキーもついてないし、はい、プレネだし、ね、あ、確かにそうですね、うん、だから人によってはもうこれ全然何がいいのか分かんないっていう人も実際いらっしゃるのも事実じゃないですか、うん、はい、ここはやっぱりもうなんかこの何でもかんでも快適なのがもう良しとする時じゃないんだなっていう、うん、ちょっとアンバランスなのが良かったりとか、そうですね、やっぱ時代の変化が今結構急激な感じなので、それに合わせて結構そのどこに価値を見出しているかっていうのは人それぞれだいぶこう大きく変化してますよね、うん、まあその点この車に関しては、まあ、色だったりとか、うん、特にボディカラー、この内装のライムグリーンはちょっと選ぶかもしれないですけど、やっぱりしっかりお金かかってるし、はい、ハマる人にはかなりハマるんじゃないかなと。でいやーちょっとここがなっていうのはお任せくださいっていう感じで、はい、この内装色でも確かに探してくださいって言われても多分ほぼほぼ簡単には出てこないです、ほとんど僕も見たことないです。僕も多分見たことないのが1回ぐらいもしかしたら見たことあるかもしれないですけど、内装に関しては、まあ、究極はそのブラバスに送って全部張り替えてってもできるんですけど、まあ、ちょっとその一生ものじゃない限り費用対効果としてちょっと現実的じゃない。そうですね。ただ外装に関しては基本的に国内ってどうにでもできるんで、はい、まあ、ちょっとマットなんであれですけど、まあ、ラッピングして色変えしてもいいと思うし、まあ、あとはキャリパーの色なんかまあ塗るのは全然定番だし、まあ、あとスタイリングとしてはもうエアロパーツだったりもういくらでもあるじゃないですか、はい、特にそのマット探してんじゃないよっていう方は後からそのマヌファクトゥーア仕様みたいにフェンダーとバンパー黒く塗ったりとか、はい、屋根塗ったりとか、そうですね、そんなことしても楽しいと思うし、うん、ぜひぜひちょっとオンリーワンを作っていただいて、うん、池田君に相談してもらえるといいのかなと、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、なんか散々こうドレスアップの話中心になっちゃいましたけれども、うん、まあ、電動サイドステップだったりだとか、まあ、あとはそのトランクのタンスなんかは結構全然ドレスアップ興味ないよっていう方でも、うん、使い勝手が圧倒的に良くなるじゃないですか。そうですね、本当にノーマルで乗られてる方もそれだけつけるなんていうケースも多いですよね、うん、なんでまあその辺ご相談いただけると、まあ、このスタイリングのまま便利機能だけ追加してご用意になってるのもできると思います。ぜひぜひ池田君までご相談ください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG G63 マヌファクトゥアプログラムプラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。